南投げ県は台湾中部の県。台湾本島では唯一の内陸県である。県政府所在地は南投げ市。南投げ県は台湾原住民が比較的多く暮らしていることでも知られており、2003年の統計では県内全体の原住民人口は約2万6千人となっている。主な部族はタイアル族、ブヌン族、草族であるが、それ以外にも 実月丹の周辺に平保族の一つである竿族が暮らしている。また、1999年9月21日に発生した M7.6 の収集地震は県内の収集地を震源とするものであり、山間盆地を中心として県内に甚大な被害をもたらした。台中市の南南東、海予市県の北北東に位置する県である。 砂糖、サトウキビ、パイナップル、バナナなどが栽培され、農産物加工業が発達している。県内の観光地としては、台湾最高峰の玉山や風景区の、実月丹などがよく知られている。南投げ県は定成功時代は初め、天根京県に、後に、北路安部市に帰属した。1683年新による統治が開始されると、南投地区は、 福建省台湾府諸羅県の管轄に置かれた。1723年、昇華県が設置されると、昇華県に帰属した。しかしこれらは、名目的な行政区分でしかなく、現住民の居住地であった南投げに、行政統治が及ぶことはなかった。実質的な行政力が及ぶようになったのは1759年の県進むが設置されてからである。1887年に、 台湾が独立した章となると、南投げは台湾府台湾県に帰属、県進むが南投げに駐留、同時にウリン県画が,が竹山に設けられ、ウリン県を管轄していた。1895年に日本による統治が解消されると数度の行政区改変を経て台中県の管轄となった。戦後の1950年10月、 台湾の地方行政制度改革の際に、台中県から南投げ県が分割され、県政府を南投げ賃に設置した。1981年12月25日に南投げ賃に施政が施行され、現在の一市四地運八教となった。その他の教育機関は、株行政区域の項目を参照。ありがとうございます。